私が全て着用していた服は韓国の通販サイトのソイムというブランドの服になります。ソイムさんっていうブランドをまだ知らない方のために少しご説明していきたいなと思います。ソイムは韓国を代表するマタニティウェア、授乳服などの専門通販サイトです。綺麗で実用性に優れたマタニティファッション、授乳服、産後の洋服もたくさん取り揃えられてます。子供服もあり親子コーデも楽しめる通販サイトになってます。なので妊娠中でもおしゃれを楽しみたいっていう方であったり、出産後授乳期着る服に悩んでるっていう方はぜひ本当に一度でいいのでサイトを見ていただければなと思います。で、私も実際その妊娠中全くマタニティ服を買ってこなかったんですけど、もう9ヶ月ぐらいからお腹がバッて本当に大きく出てきて、で1人目の時は全然お腹が出なくって、全然マタニティ服に困っては来なかったんですけど、やっぱり2人目ってこともあってかなりお腹急に出てきました。で本当に9ヶ月10ヶ月ぐらいからもう着る服がなくって、もうずっと旦那さんに大きいシャツを借りていたんですけど、結構見た目もなんか男性服だなって分かる感じの服ばかり着ていて、でそこでちょっとそろそろ買おうかなって思っていた時に、今回ソイムさんとタイアップを組ませていただいて、今回やっとマタニティ服を着ることができました。で結構私が抱いていたマタニティ服ってその妊娠してる時にしか着れないっていう風なイメージがあって、もう今回その印象が本当になくなりました。で出産後とかで授乳期、本当にどちらも着れるようになっているので、本当に服も無駄なくずっと着れるなって思います。サイトを見てもらったら分かるんですけど、結構高級感があって本当に高そうなイメージの服ばっかりがあるんですけれども、実際全然高くなくってお手頃の値段ばかりです。今回サイトとかいろんなホームページを見させていただいたら、産後も着れるし、産後1年2年ぐらい経っても全然着れるような、もう皆さんが着てるようなデザインのものもたくさんあるし、で流行を取り揃えた色も柄とかも全て可愛いものがたくさんありました。なので私が抱いていたマタニティ服とは本当に全然違っていて、もうやっぱり時代は変わっていってるなって本当に思いました。で結構韓国の服って可愛いものがたくさんあって、でベビー服とか子供服で、ほんでメンズでレディースファッション、いろんなサイトとかいろんな服がおしゃれだなって言った印象なんですけれども、本当にオシャレなものばっかりありました。ワンピースもたくさんありましたし、でレギンスもいっぱい種類があったし、でこんな感じで長いブラウスとかもたくさんありましたし、本当にいろんな種類のものがあります。で私は今回着用した洋服以外にも授乳ブラも授乳のパジャマも今回買いました。
それぐらいいろんな種類がたくさんあったので洋服以外もあります。で今はコロナの影響で、少し配送期間が長引いて、遅れることはあるんですけれども、私は実際1、2週間かかってようやく到着しました。でも全然まだ生まれる前やし、出産後も着れるし全然間に合ったので、そこは心配なく商品も届けましたし、商品の中身もすごく綺麗に包装されたままでした。だからそういった心配は私はなかったです。で洋服は韓国から直送されます。実際全然商品の傷とかも間違いもなく安心して受け取ることができました。なのでもし今妊娠中の方であったり、着る服がちょっとなくなってきたとか、何を着ていいかわからないっていう方がいらっしゃれば、ぜひ一度でいいのでソイムさんのホームページを見ていただければなと思います。で詳しい詳細とかはすべて下の概要欄に記載してますので、ぜひそちらからチェックの方をお願いいたします。で妊娠中って本当に同じ服ばかり着てしまいがちになって、服があるのにこっちが着やすいからこれを着るっていう感じで、本当にいつも同じ服ばっかりに偏っていたんですけど、もう妊婦さんでもおしゃれは楽しみたいし、産後も妊娠前の自分に戻りたいっていう気持ちもあるから、やっぱり妊婦さんだろうが本当に関係なくおしゃれは楽しみたいなと思います。で結構本当にお腹が大きくなるにつれて同じ服ばっかり着がちになっていて、私も実際本当にもう週3週4で同じ服ばっかり実際着ていたんですけど、新しい服を買ったら気分もテンションも上がるから、本当に実際こんな感じで妊婦さんでもファッションを楽しんでいただけたらなと思います。で全然産後も着れるし、で授乳服ないなとか、授乳してる時の服って何着たらいいんやろうって悩んでる方がいれば、一度そちらを見てもらえたらいいなと思います。でやっぱりワンピース好きな方とかがたくさんいると思うし、レギンス履きたいなとか、本当にもっとダボっとした服が着たいなとか、夏服とかも本当にいろんな種類がたくさんあるので、ぜひ下の概要欄から一度チェックしてみてください。って言ってもやっぱり妊娠中って本当に太りやすくって、体型とかもね、もう丸みが帯びてきて、私もめちゃめちゃ太ったから、おしゃれも楽しみたいけど体型がなっていう感じで悩んでたんですけど、全然体型カバーできる服もたくさんあるし、でワンピースもあるし、でウエストがちょっとキュッてなってる服とかもたくさんあるから、それは自分の選び次第でスタイルとかも変えれることができるから、もうそこはネガティブにならずに、もうこれはもうママの証やと思って、もうちょっと肉がついた自分の体でもう全然おしゃれを楽しんでもらいたいなと思います。もう私もめっちゃ太ったけど全然もうそこは気にしてないし、もう産後また時間が経って落ち着いたら徐々に産後ダイエットもしていきたいなと思ってます。はい、もうゆっくり焦らずコツコツしていきたいなと思ってます。はい、てな感じで今回は、臨月のマタニティファッションの、紹介をさせていただきました。では最後までご覧いただきありがとうございます。でもしよかったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。でインスタグラムもほぼ毎日更新しているので、まだフォローされてない方はぜひフォローの方お願いいたします。では。